年越しライブはまあ一緒で、まあ、朝お見えでね、うん、オールナイトで5時ぐらいまでやりましたけど、うん、その後もうすぐ帰りたかったんだけど、うん、もうちょっと芸人をね、うん、もう辞めたんですよね。辞めた大久保くん、タモツくん、大久保タモツくんと、うん、あとチンバラの山田、うん、もうこの3人は仲いいんですよ。仲良かったよね。そうそうそう、だからその時間から、うん、まあ、チンバラの山田も一緒にオールナイトライブ一緒で、この流れでちょっとまあちょっと初詣行くみたいな、なるほどね、感じになって、うん、新宿待ち合わせにして、うん、そこから決めようかっつって。そうだね、どこ行くか、うん、で新宿の近くになんかまあちっちゃくてもいいから、もう花園神社もあるしね。そうそうそう、でも花園神社行こうかっつって言ったら、花園神社はまあたくさんまだいそうだなみたいな、うん、人も大量にいそうだから、うん、あんまりちょっとお前にもできないかなみたいな、うん、話になって、うん、じゃあ大久保君がじゃあここの四ツ谷のあの菅神社とかあるからここ行くっつって、ほう、四ツ谷に行ったんですよ。へー、でも誰一人いないの。人が誰一人いないの。そういう神社さんもあるか。おう、うん、うわこれ どういう感じなんだろうねみたいな、うん、なって、うん、大久保くんがちょっと映像関係の仕事に就くから、うん、カメラみたいなのちょっと撮っていいみたいな、歩いてる姿、うん、ずっと撮ってる。もう何もボケずに、普通に歩いてる姿、山田と俺の歩いてる姿を永遠に撮ってる。なんかした方がいい、いいしなくていい、もう映像だな、映像、そう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 、そこなのよ。へでこれさ、うん、この階段がすごいあるんですよ、うん、登ったところ赤い手すりのね、うん、石山さんが、おこのまさにそうなんですよ。そうなんだ、菅神社って、うん、俺後から気づいたんだけど、うん、後から気づいた、うん、君の名はの映画の舞台のところなんですよ。うわ、まさにこれだったのよ、二人が出会うとこだ。でもみんな君の名はね、三人とも見てるはずなのに、うん、君の名はのなんかとこに似てるね。嘘でしょ。本当は似てる。まさに上から階段を見下ろした風景が、君の名はの最後のあそこのシーンのところに、最初のあのね出会ったところのシーンに似てるね。あ、似てるね。でも違うかみたいになって。どこでこうやってやってんの？そうそうそう。バカだな。そうしたら、うん、あそこ良かったなと、すごい良かったんですよ、綺麗なところで。うんうん、ね、でも誰一人いなかったんだけど、うん、だって聖地でしょ、だって聖地巡礼の本当にそこなんですよ、ね、でその後に、うん、まあ、帰ってきて、うん、あのインスタグラムにその後に、うん、その大久保くんが、うん、なんか映像を編集したその歩いたやつを編集して載っけてたの、はいはい、でなんかあの時間がやっぱ、ね、制限されてるんですよね、多分動画載せるの、あストーリーとかかな、そうそうそう、うん、だから早送りで載せてたの、はいはいはい、俺らが歩いてるやつ、クソ、うん、つまんなかった。やめてやれよお前、これから映像行くっていうさ、もっと遠いの。いやいやいや、だったらさ、もっとさ、なんか変おしゃれに編集するとか、うん、じゃなくて、ただ早送りしてる、なんか終わり、それ、本当にそれだけで終わり。おい、センスねえぞ。いや、マジでセンスなかった。やばいな、クソつまんなかった。まあまあ、これからですからね、勉強していきますから。